ムカルームへようこそ。もくもくもかです。ダンダン。はい、ということでですね、今日は初めて新しいオフィスに来てて、ちょっとお菓子をね2つほど用意してるんですけど、まあ、今回は何をしますかというと、今日普通に別のお仕事で絵画と私でこのスタジオで撮影するのがあるんですけど、せっかくだったらね、ちょっとドッキリを仕掛けていこうかなということで、前にメルとかでもやったことがあるんですけど、私が作ったお菓子がまずかったらドッキリをしていこうと思います。はい、ということで今回作るのはチョコクランチなんですけど、作ったことはないんですけど、何やらとっても簡単にできるみたいなので、まあ手としては海外が来る前に企画で作ったから食べてみたいな感じで、食べるみたいな感じで食べさせて、それが激マズだったら海外はどんな反応するのかっていう、まあメルメンはみんな優しかったから気使ってくれたんですけど、海外くんはどうなのかなっていうのを検証していきたいと思います。相手が海がということで、今回は容赦なくやらせていただこうと思いまして、こちら4つほど買ってまいりました。調味料、なんかわさびとかも考えたんですけど、ちょっと簡単すぎて、こういうパウダー系じゃないと混ざらない、色とかでバレちゃうので、今回はこのパウダー系にしました。まずシナモン、まあ、これはまあ苦手だったらきついけど、まあ好きな人は好きみたいなやつと、チリペッパー、これはもう辛くなるやつですね、とクミンっていう初めて聞いた調味料なんですけど、なんかインド料理とかのスパイスで使われるみたいなやつらしいです。あとは単純に塩、普通に甘いもの作ってるからしょっぱいかったらきついだろうなって思って、この4つを買ってきました。まあでもメインはここ2つかなと勝手に思ってます。はい、ということで早速作っていきたいと思います。ではレッツゴー。チョコを出します。このチョコ懐かしい、小学生の時とかにお菓子パーティーみたいなの誰かのお家でやる時このチョコだったの。じゃあこれを一旦レンジで溶かしてきます。爆発とかしないですよねこんな簡単なお菓子作りで爆発したらもう何も作れないよ私は。チョコは時間勝負なんで、本当にこれでここにコーンフレークを、うわ、なんかでも私前バレンタインでなんかチョコバーみたいなの作った時こんなんやったかもしれない。いい感じじゃないですか、これ固めたらいい感じになりそう。なんかちっちゃいお団子みたいな感じにしたらいいかな。ではこちらの上に盛り付けていきたいと思います。盛り付けていきたいと思います。これチョコだから固まったら一つになってくれるよね普通に美味しそうなんだけど、めっちゃいい感じ、めっちゃ普通に美味しそう。お、めっちゃ美味しそうなんですけど、ではこれを冷蔵庫で固めていきたいと思います。では残りのチョコをボウルの中にぶち込んでいきます。もうぶち込んでいきますっていう言い方がさ、お菓子作りでは効かないのよ絶対に。ではここに調味料を入れていきたいと思いますよ。どれをさ、どれぐらい入れたらいいんだろう、全然わかんないんだけど、全部使いたいけど、塩をまあ適当に、多いかなでシナモン、あ、シナモンはいい香り。シナモンさ、でも好き嫌い分かれるから分かんないけど、でもこれ結構香り強いからさ、そんなに入れない方がいいよね今の時点では。まあ、全然なんかちょっと加工パウダーかけた時とも変わらないぐらい。いや問題はこっからなんだよな。クミンを入れていきます。これはめっちゃ匂い強い。あ、やばい、めっちゃカレー粉みたいな色。えいえいやりすぎ？やりすぎかな？私さ、多分メルでやった時もさ、やりすぎちゃう人なんだよね、こういうの。でも、本命はこれなんですよ。チリペッパーを入れて激辛にしたいので、これを大量に入れていきます。待って、チリペッパーってさ、どれぐらい辛いの？あー、辛い。辛いよ。あ、辛いよー。今、ほんともう、こんなんしか食べてないのに、辛い。からもうちょっと入れよう。辛い。あ、オッケー。こんな感じで、スパイスをかけれたので、これを溶かしていきたいと思います。はぁ、やばそう。
マジで激まずそう。わさびとかからしとか分かりやすくきついもの入ってないし、元のチョコが甘いからワンチャンかき消されちゃうんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。ちょっと食べてみますね。全然チョコ、ちょっとスパイス感じるけど全然チョコなので、全然もっとドバドバいきたいと思います。ちょっとね、このチリペッパーがね出てくれないのよ。 この白いやつ開けちゃダメですよね。でもこれはちょっとやりすぎちゃうから、ちょっやばいかな。でもなんか全然辛さ感じないんだけど、私の味覚がバグってるか、クミンがめっちゃもう強すぎる説はあるんですけど、いい感じになったのでここにコーンフレークを入れていきたいと思います。でもコーンフレークも入れたら大丈夫になっちゃうのかな。辛っ辛っ一瞬美味しいの、2秒ぐらい美味しくて、いや余裕じゃんと思ったら辛っ。ということで、固まったら海外に食べさせていこうと思います。おはよう。おいしい。おー、雰囲気違うね。でしょ、うん、えなんか貝みたいなことしてるよマジ美容師さんだよ、もうあ、そういうこと。うん、ね、マジみんな何してんの。それなガレーム撮ってたよ、ここで初めて。これ初めて。うん、その時にさ、お菓子作ったの思ってなくて。うん、持ってくるのよ。ありがとう。ドッキリとかじゃない。じゃない。あげるよ。何それ。なんかありがとう。ハロウィンじゃん、もうちょっとで、うん、だからその企画を撮ったの。何これ。チョコクランチみたいな。じゃあバーにしたくて。うまい。美味しいっしょ。うん、なんか言うた。え、何も入れてないよ。チョコを溶かして、あのコーンフレーク入れてる。なあ、めっちゃ辛いねんけど。え、やったな、あんた。やってないよ。普通に一口バクって食べてみたら一個食ったてじゃあだって臭いなって思ったもん。いや、だってかけらしか食べてないじゃん。一回全部食べてみなよ。臭いなって思って。臭くないよ。臭いって。臭くないよ。冷蔵庫の匂いかなと思ってから言わんかったけど。臭くない。臭くない。臭いやん。無臭。はい、カレー。カレーじゃないよ。はい、もうちょっと大きめに口を開けましょう。はい、もうちょっと大きめに口を開け。めっちゃ辛いからなおいしい、うん、おいしいよね。実はこの中に一つだけ正解があります。こんな確率踏みたくないバカだ。踏んで。もうじゃあ言うけど、ドッキリです。まずいドッキリ、うん、めっちゃまずいよあそこカメラなんで、あっち向いてもらっていいですか。わからん。ドッキリしてんな。イエーイ。マジまずい。そんなにまずい。臭いもんてかさ、早いね。早いね。何が早いの。同じドッキリをメルでもやったんですよ、うん、その時は3人とも、あ、美味しいみたいな、つけ感じで食べてくれたの。あ、同じ味じゃないよ。あ、同じ味じゃないんだ、うん、じゃあこれ結構マジで。じゃあ当たりないやろ、言うて。しかもこれこれこれ。仕方ないな。またまずいの持ってくるの、あなた。はい、あげるよ。まあちょっと色変わったけどこれは普通に美味しいよ、うん、こっち臭くない。まだ、ね、多分まだとかがない。マジこれ持ってきた瞬間臭すぎて。え、めちゃくちゃ臭いやん。チョコの匂いしかしないんだけど。嘘つけ、うん、うまそう。ポッポむっちゃうもんな。うん、汗やばいって。辛すぎて。うん、辛い。めっちゃ辛いって辛いけでしょ。うん、うん、あ、美味しい。うん、うん、ということで、はい、ドッキリ大成功
探したけどな。めっちゃ探してたよね。だってガライの持ってきてプライベートでこんなんかけてきたらやばいっしょって思ってめちゃくちゃ探したけど、やっぱ場所わからんかった。いや、そんな辛かった？まずいよ。え、でも最初実は美味しいと思わんかった。なんも思わんかった。1秒ぐらい。なんもひどい。匂いから臭いなの。いや、違う。え、なんか全然臭くないんだけど。臭いよ、なんか。ここまで持ってきてちゃんと嗅いだら臭い。そんな渡された段階でよかったわ。うん。え、でもこれはマジ、こっちはマジ美味しかった。うん。こっちこっち。それだってこっちはちゃんと作ってるもん。まあなんか食べてください。ありがとう。うん。ありがとう。食べてね。ありがとう。ということで、久しぶりの買い物家動画はこんな変な感じです。はい、変な感じです。ということで、この動画はこれで終わります。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。グッバイ。ガチャ。ガチャ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 。